明けましておめでとうございます。令和六年、ね元旦一月、えー。ついに令和六年になりました。令和六年一月号は。えー、令和五年十二月号の時に、少しだけ予告させていただきましたように。今年、令和六年がどういう年になるのかと。いうことを、僕の頭の中にあるシナリオを、そのまんま。ね。 あの隠し立てせずに皆さんにお話ししてでひょっとするとそれありかなと思えた方は備えてくださいいやそんなことないよ絶対ないよと思う方はまあね聞き流してくださればいいんですがでも実際にそうなった時にあるいはニュース等でなんとなくその予兆に思えるなというようなことが 会ったにには真剣に考えてみてみくださいねじゃあその令和6年ね2024年日本を取り巻く環境は世の中は世界はどうなっていくのかと僕の頭の中に今ありますがそれを今から吐き出します途中で怖くなったらもうすぐねあのパソコンなりスマホを切ってください。 この公開収録に運悪くね来てしまった方は途中で怖くなったらもうもうすぐにドア開けてて逃げてくださいこの日本を取り巻くこの世界がどうなっていくか少しだけ絵を描かせてください絵を。お隣の国え韓国韓がありますねで日本。 この辺に九州があって能登半島があってまあ大雑把に大雑把ですよ四国があって大雑把にいや日本ってこんなもんですこれが日本我々東京ですからえこの辺ですかねでお隣の国韓国のそのまた向こう ここが北朝鮮ですね北朝鮮皆さんご存知ですね、えー、一応北朝鮮でこちらは韓国お隣の国韓国ですがまあ南側にあるので南と書いときましょう。で現在この北と南は戦争状態にあります戦争状態。 日本に駐留してるアメリカ軍沖縄ね沖縄はアメリカ海軍とね海軍はネイビーだから N ネイビー海軍と海兵隊マリーンズだから M それと空軍エアフォース、A、が駐留してます沖縄はね。山口県の岩国 これ海兵隊マリーンズが駐留してますはいあとここの横須賀これはもちろん海軍ですねだからアメリカが今日本に駐留している、ね、のは空軍と海軍と海兵隊なんです陸軍はないんですにもかかわらずアメリカ陸軍の 車両がついに日本に首都である東京にいたんですよこの事実が去年の秋に僕の目の前に展開されてそれでね僕はこのシナリオが確定したんです奴ら来てる東京につまり準備のためにだからね本当に 今年激動の年になります。僕のシナリオでは。でも神様はね、本当に日本人にはお優しい。この人たち